ルビコン川は、共和制ローマ末期に、イタリア本土と、俗州ガリアキサルピナの境界になっていた川。アリミヌムの北、ラウェンナとの間で、アドリア海に注いでいた。ローマ内戦海戦時のユリウスカエサルの孤児にちなむ、ルビコン川を渡るという聖語は、その時のカエサルの、さえは投げられたという言葉と共に知られている。現代のイタリア語では、ルビコーネ川という語形になり、 エミリア・ロマーニャ州南東部のサビニアーノスル・ルビコーネ付近でアドリア海に注ぐ川がこの名で呼ばれている。しかしこの地域では古代以来稼働の変化などが生じているためカエサルが渡ったルビコン川を現在のどの川に当たるとみなすかについては数世紀にわたる論争がある。サビニアーノスル・ルビコーネを流れるルビコーネ川とローマ時代の走るルビコーネ川は アペニン山脈に源を発し、エミリア・ロマーニャ州南東部のフォルリチェゼーナ県内を流れる全長 30km 弱のさして長くはない川である。下流域の町サビニャーノスルルビコーネ付近においても、川幅は狭いところで 1m、広いところでも 5m 程度と、歴史的な知名度の割には小さな川である。水源はソリアーノあるルビコーネにあり、 サビニャーノスルルビコーネの集落付近を通過して、合併をアマーレとサビニャーノアマーレの間で、アドリア海に注ぐ。川口両側の合併をアマーレとサビニャーノアマーレは、リゾート地として開発されている。一時は、乱開発が進んだことなどにより、エミリア・ロマーニャ州で最も汚れた川の一つに、数えられていた。ポイティンガーズの拡大図。絵で記された、都市。 ラビンナ及びクルバチェゼーナの実に、アリミノの間にフロリダ、ルーベッコが描かれている。赤で記された街道沿いには、アドノバスやアドコンフリューインツといった地名が書き込まれ、地点間の距離がローマ数字で記されている。共和制末期の古代ローマにおいては、ルビコン川とアルノ川を結ぶラインが、イタリア本土の北限、俗州ガリアキサルピナとの境界線の役割を果たしていた。 軍団を率いてこの川を越え難化することは法により禁じられており、金を破ればすなわち共和国に対する反逆と、みなされた。一般にルビコン川の名前は、紀元前49年1月10日、ローマ内戦において、ユリウスカイサルが元老院の命令に背き、軍を率いてこの川を渡った故事によって知られる。この際に、 サイは投げられたと舞台に劇を飛ばしたことはあまりにも有名である。ルビコン川を渡るという言葉は、その後の運命を決め後戻りのできないような重大な決断、行動をする比喩として使われている。その後の千年余りの時間の中で稼働の変化などが、生じ、返さるがルビコン川を渡った地点はどこか、あるいはルビコン川そのものがこの地域のどの川に当たるのかは、 わからなくなった。17世紀頃から我が地元を流れる川こそが当時のルビコン川であるとの主張が各地で活発化した。ルビコン川の候補にはサビニアーノディロマーニャを流れるフィウミチーノ川のほか、チェゼーナを流れるピシャテロ川や、現在のホルリチェゼーナ県とリミニ県との県、境付近を流れるウーゾ川などがある。 このうちフィューミチーノ川が現在ルビコーネ川とされている川である。3世紀に作成され中世に模写されたポイティンガーズは都市や街道の距離についての正確性の高い地図であるが、この地図においてサビニアーノの近くにルビコン川が描かれていることがフィューミチーノ川をルビコン川に否定する論拠の一つとされている。1933年8月、 外国からの訪問客にルビコン側の位置を聞かれても答えられないことを憂慮したベニート・ムッソリーニは精霊によってフィウミチーノ側をルビコーネ側と解消した。またサビニアーノ・ディロマーニャの町名もサビニアーノするルビコーネに解消されている。しかしムッソリーニによる裁定には従来からの論争に決着をつけるような新たな裏付けが示されたわけではなく第二次世界大戦後に 本物のルビコン川をめぐる論争が、かえって紛糾する一員となっている。サビニャーノのカエサル像、合併はマーレからウガン沿いに、小道があり、堤防に沿って、南西の上流に続く。いくつかの村があるが、約25キロメートルほど遡るとサビニャーノという、町に着く。鉄道のガードをくぐると、広い道に突き当たるが、右手にある橋を渡らず。 そのまま細い右岸の道をたどる。200メートルほどで行き止まりだが、突き当たりにカエサルの立像がある。右には石造りの橋があり、修復されているが、川へ降りて橋をよく見ると、アーチの根本部分に古代の石積みが保存されている。下流は湿地帯だが、遡るにつれて川西もしっかりとしてくる。サビニャーの付近は峡谷上で両岸は岩である。 カエサルの軍が橋を架けるのも容易だったと思える。カエサルの像は地元の研究者やロータリークラブが建てたものである。戦術のようにルビコン川の否定については論争がある。現在のルビコーネ川以外の候補としては以下がある。地元で発行される地図でルビコーネ川と記載したり、下半の通りにルビコーネ通りと名付けたり、記念物を混流したりするなどして、 それぞれに正当性を主張している。ピシャテロ川は、フィュミチーノ川と同じく、ソリアのあるルビコンネ付近に源流を発する川である。北東方向へおおむね直進するフィュミチーノ川に、対して、ピシャテロ川は北に迂回して、チェゼーナ付近を流れており、川口近くでフィュミチーノ川に合流して、アドリア海に注いでいる。この川を、ルビコン川とみなす人々は、 以下のような論拠を挙げている。ウーゾ川はフィュミチーノ川の南東に並行して流れる川で、ベイルダーリアでアドリア海に注ぐ。全長は49キロメートルで、フィュミチーノ川よりも大きな川である。この川にはアウグストゥス時代に建てられた巨大な橋の遺跡があるが、これは記念碑的なものではないかというのが、この川をルビコン川に否定する人々の主張である。 ありがとうございます。